1>, 1から4月5日までアメリカ合衆国のミネソタ州ミネアポリスで開催されたフィギュアスケートの世界選手権。男女シングルでは2組に分かれ予選が行われ予選の各組上位15人がショートプログラムに進む。ショートプログラム後それぞれ上位24人がフリースケーティングへ進む。ペアではショートプログラム後上位20位がフリースケーティングへ進む。 アイスダンスでは、コンパルソリーダンス後の上位30位が、オリジナルダンスへ進み、オリジナルダンス後の上位24組が、フリーダンスへ進む。長野オリンピック直後ということもあり、長野オリンピック男子シングル金メダリストのイリア・クーリック。 同女子シングル金メダリストのタラ・リピンスキ、同アイスダンス金メダリストのパーシャ・グリシュクエフゲニー・プラトフ組など、オリンピックメダリストの多くが欠場した。なお、この大会において、プルシェンコが15歳4ヶ月にして、表彰台に立ったのは現在でも、世界選手権の男子フィギュアスケート世界最年少、記録である。ありがとうございます。